日曜日ですね、久しぶりにあんまり気持ちが良くない日曜日です。なんでかって言ったら、まあなんとなくいろいろうまくいってないからですね。あーくそ、これを今なんだろうな、もう上がったり下がったりしまくり、やばいね。気持ちの上がり下がりが大きすぎるというか、大きすぎるし分散しまくってる。なんかすげえ、メンタルやばいなっていうのを吐き出させてくださいませ。このきつい気持ちみたいなものを乗り切ると多分成長してるんでしょう。負荷がすげえかかってるから、負荷をかけない限り成長なしですよね。喋らせてもらってありがとうございます。喋ってこうやって聞いてもらえることによってポジティブに変換しようとしてる俺がいる。絶対この闇谷は抜けられる。ネガティブだな本当に。でもネガティブがだけが悪いわけじゃない。ポジティブばっか見てたら足元絶対救われるから、見えてなくなっちゃうから、悪いところも見る必要があるって自分に言い聞かせてるな。まあそんな今のなんかモヤモヤした気持ちをお話しさせてもらいました。ちょうどはい、よかった、良い時間というか、行きますではさよなら。